ヨコモ MD1.0 用オプションパーツ2種類をリリース。 MD1.0 用オプションパーツの縦積みバッテリーコンバージョンとフォーギアコンバージョンがリリースされました。 MD1.0 用縦積みバッテリーコンバージョン。 MD1.0 のバッテリー搭載を縦積みに変更するためのバッテリーホルダーコンバージョンです。ある程度グリップ感のある状態であれば、バッテリーを縦置き、シャーシの前後方向に搭載することで、シャーシのロールを抑えることができます。また、コーナー出口での加速体勢への移行や、コーナーの切り返しなどで、シャープな動きを可能にします。フロントへの荷重もやや増えることから、コーナリング中のステアリングの効きが良く、高いコントロール性を発揮します。MD1.0 用縦積みバッテリーコンバージョン。価格は定価4950円税込みとなっています。MD1.0 用フォーギアコンバージョン。標準では3ギアで正トラクとなる MD1.0 のトランスミッションですが、カウンターギアを追加して組み替えることで、フォーギアの半トルク仕様で使うためのコンバージョンセットです。3ギアに比べるとギアが増えることで駆動ロスは増えますが、モーターの半トルクが加速時にリアを下に押し付ける方向に働くため、リアトラクションを得やすい特性となります。特にコーナー出口での高い安定感と加速力は魅力的で、追走などでは大きなアドバンテージとなります。 MD1.0 用フォーギアコンバージョン。価格は定価4180円税込みとなっています。それではまた次回お会いしましょう。